朝の8時になります。そしてこちらが諏訪湖になります。すごい大きいの、びっくりしちゃった。綺麗ね。ペさん、どこ行くの？ここは諏訪湖だけど、どこ行くの？ね。すごいね。綺麗でしょ。ほら。ほらほら。ペイさん、ここはどこですか？ここはどこですか？習い塾の大橋のところになります。習い塾って知ってる？中山道の習い塾になります。中山道ってね、江戸と京都を結ぶ旧道なんですけれども、そこをね、昔々大昔みんな歩いて江戸から京都まで行ってて、60何個のねお宿のポイントがあったんですよ。その中の一つが習い塾になっています。ちょっとね、私説明下手なのでテロップ入れときます。興味ある方は読んでみてくださいね。ペイさん、習い塾言ってみて、言ってみてね。なんか日光江戸村みたいだね。ね、行ってみようか。行ってみる？行ってみる？か、おいで。よし。すごい。いや、ああいうテーマパークじゃなくて本当にこういうところが残ってるんだね。すごい。近くまで来たら来てみてください。うわ、すごい。こういうとこ好き。なにこれ、何のためのお水なんだろう。なんだろうね。ちょっと待って。浸水、ああそうなんだ。このここから先行くと神様がいるのかな。ペイさん、飲んじゃダメ、飲んじゃいけないって書いてある。ダメなんだよ。最高だね。ペイさんすごいね。和風ゴールデンレトリバー、漆のお店とかね、あとは民芸品のお店がね、いっぱい並んでいます。ちょっと行ってみようか。行ってみる？お箸、お箸だ、お箸。ペイさん、お団子屋さんの裏庭でちょっと食べさせてもらえることになりました。よかったね。ペ、お団子食べれるかな、どうかな。へえ、いいじゃん、誰もいない。貸し切りだ。貸し切り、どこがいいかね。ここがいいか。お団子来るかな。お団子、はい、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。はい、持って帰れるかなと思ってこのパックに入ったやつ注文したんだけど、どうかな。わー、ラムネ久しぶりだよ。ペイさん、ほらラムネ座っててよね。すごいね、
これさ、ペイさんはさ、ちょっとさ、食べれないんじゃないかなと思うんだよね。中の方のお餅だったら、お餅もちもち食べれるかな。あのね、焼いたお餅にみたらしのタレをかけた感じだから、ちょっとペイさん待って。はい。おいしい、よかったね。よくあるみたらしのお団子じゃないんだよね。お餅、丸めたお餅、そして焼いたやつ、おいしい。おいしいね。待ってて。はい。はい、どうぞ。お水汲んできてよ。冷たいでしょう。持ってきたお水より冷たい。はい、それでは、ビー玉入ってるよ、ほら。はい、昭和の皆さん、ビー玉入ってますよ。コロンコロンコロンって。美味しいね。海外の方にとっても人気なんだそうですよ。美味しいもんね、これね。いいね、ペンさん。いいね、匂い嗅いできていいよ、誰もいないから。貸し切り。なんかね、日光江戸村の跡だからちょっとね、かぶっちゃうし、前回のサブスクとあんまりね、感覚が空いてないからまたかよ的な感じなんですけど、でもね、やっぱね、こういうのなんだろうね、年齢なのかな、なんか江戸時代みたいなやつが好きになってきた。まあ、とっても涼しいといえば涼しいんですよ。だけど無風でね、ちょっとお天気なもんですから、ちょっと暑いかなね。ちょっと暑めの17度です。だけどね、向こう見えるかな、紅葉が進んでるんですよね。さすが早い。行こうか。えさん大丈夫？1キロぐらいは。誰だこれ、誰だ。